プロ野球選手、宇藤左だ。2019年より福岡ソフトバンクホークスのコーチに就任し、現在は一軍内野守備走塁コーチを務めている。1984年11月19日に福岡県大野城市で生まれた。母親は佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校、ソフトボール部の4番一塁手として国体やインターハイに出場した選手で、 育児中も実業団でプレーを続けていた。その母親のプレーを見ていた影響で小学校1年生から OD サンダースに入部してソフトボールを始め監督の指示で左打者へ転校した。中学校時代は大野ッツに所属して公式野球に転校し、主に遊撃手でプレーした。鹿児島実業高等学校に進学し、 甲子園出場は果たせなかったが二類手種として活躍。2002年春季九州大会では決勝で湘南校を下し優勝を飾る。卒業後は社会人野球の三菱重工名古屋に進み、都市対抗野球大会に3度出場した。2005年から二類手種に定着、4月の静岡大会では最優秀新人賞を獲得し、 同年の公式戦の投類成功率は100%だった。2005年11月18日に行われたドラフト会議の大学、社会人ドラフトで五巡指名を受け、11月26日に仮契約を結び、福岡ソフトバンクホークスに入団した。背番号は46。2000年代2006年は首脳陣からの評価が高く、松田信弘と共に、 ルーキーでの開幕スタメンが濃厚と思われていた。しかし3月8日の東京ヤクルトスワローズとのオープン戦で3回に石井和久の投球を左手首に受けそのまま負傷交代し福岡市内の病院で検査の結果打撲と診断された。その後もオープン戦に出場し開幕スタメン候補となっていたが3月21日に開幕に軍スタートが決定した。 3月27日に福岡市内の病院で再検査を受けた結果、左手首の左三角骨骨折が判明し、開幕一軍は果たせなかった。6月15日のウエスタンリーグ対中日ドラゴンズ戦でダイソーでのみ出場したが、再び二軍でも欠場が続いた。約1ヶ月後の7月11日に同じく二軍の対広島東洋カープ戦で一番二類手として、 実戦復帰を果たし、翌日7月12日の同カードでは、今井啓介から本流打も記録した。7月22日の救援期間に2日間、一軍全体練習に参加したが、昇格は見送られた。8月1日に、福岡ヤフージャパンドームで行われた2軍戦で、活躍し、8試合で18打数7安打、打率、389。 三盗塁という成績から8月4日に、初めて出場選手登録された。同日の対千葉ロッテマリーンズ戦で8番二塁手で、先発出場し、5回の第2打席に、渡辺俊介のシンカーを打ち返して、渡辺のグラブを引き、内野安打でプロ初安打を記録。さらに渡辺、里崎智也バッテリーから二投を決めて、プロ初盗塁も記録した。 翌日8月5日の同カードでは2試合目にしてマルチヒットを達成した。8月17日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で牧野類の速球を右翼席に運び、プロ入り初本類打、初打点を記録した。8月24日にスカイマークスタジアムで行われた対オリックスバファローズ戦の9回同点にし万類の場面で守護神。 マハラ・タカヒロが、塩崎・マコトを詰まらせた打球が二塁、ホンダの前に転がり補給直前にイレギュラーして、自身の股間を通過し、サヨナラ負けを喫した。8月27日の対埼玉西武ライオンズ、戦では、西口・文也からタイムリー二塁打を放ち、代打起用での初安打、初打点を記録した。8月30日の対千葉ロッテ戦で、第一打席でプロ初の三塁打で、 先制、2打席目は安打で出塁して、得点、4打席目は1点リードの9回に、ダメ押しのソロ本塁打で勝利を決定づけ、プロ初の猛打賞を達成した。本も三つると併用される形で二塁手として、最終的に31試合に先発出場した。プレーオフ第1ステージでは、全3試合に出場した。10月7日の第1戦で、 ポストシーズン初の先発出場を果たし、松坂大輔から初アンダーも記録した。10月9日の第3戦は初めて6番打者として先発出場し、7回1点ビハインドの場面で同点につながるギダを決めた。第2ステージでは11月11日第1試合でダルビッシュ U から四死球で2度出塁したが得点にはつながらなかった。2007年は、 自身初の開幕スタメンを果たし、開幕から生二類種に定着した。序盤の打順は9番だったが、川崎宗則の離脱で4月11日以降2番を打つことが多くなった。4月25日の大西部戦では、マルチアンダを記録し、相手保守、野田康介から自身初のマルチ盗塁を成功させた。6月27日時点では、リーグトップの17盗塁と好調だった。 7月28日の対西部戦では3回にタイムリーにルイダで出塁し、巨名決、細川通るバッテリーからプロ初の3等を成功させた。7月28日から8月10日まで11試合連続安打を記録した。大村直行の左背筋痛により8月4日以降は1番打者に定着し、8月22日の対西部戦ではプロ初の1試合4安打を記録した。 9月24日の対北海道日本ハームファイターズ戦で内野安打を打った際に一塁手稲田直人と接触して首を強打して打撲、右膝も痛めた。最終的にレギュラーシーズンではチーム最多の141試合に出場し、139試合に先発出場した。打撃では猛打賞を十二度記録し、走ってはチーム最多でリーグ二位の十四盗塁、 4度のマルチ投類を記録するなど総攻守に成長を見せ飛躍の年となった。クライマックスシリーズ第1ステージでは、全3試合に出場し、10月9日、第2戦では、先制点につながる、ギダ、に安打1打点の活躍で勝利に貢献した。10月10日、第3戦では、初回無視一塁の場面でギダ試みたが補助費となり、流れを呼び込めず、チームは、 完璧負けを喫し、第一ステージ敗退となった。2008年は1月の自主トレ期間中に右肩の違和感を訴え、春季キャンプは途中から別メニュー調整となった。2軍では指名打者などで調整し、滑り込みで開幕は1軍で迎えた。開幕戦は途中出場となったが安打を記録した。3月22日から2番にいる石としてスタメンに復帰し、 開幕5試合連続安打で5連勝に貢献した。4月4日の対千葉ロッテ戦で、右肩痛を再発し、福岡市内の病院での検査に異常はなかったが、出場選手登録を抹消された。5月15日に一軍昇格すると、5月16日以降は一番打者に定着した。6月19日のセパ交流戦、対ヤクルト戦で、立山昇平から、 プロ初の先頭打者本塁打を記録した。交流戦ではトップの11盗塁を記録し、6月22日の瀬・パ交流戦、対読売ジャイアンツ戦では、セカンドゴロ野戦で決勝点をもぎ取るなどチームの交流戦初優勝に貢献した。6月27日に、準本拠地である北九州市民球場で行われた、大楽天戦では八海道天虫万塁のピンチで、 本類封殺の攻守、9回西一三塁の場面では、小山真一郎からセンター前へ、プロイル初のサヨナラタイムリーダーを放った。同年同球場で行われた全3試合で安打を、記録し3戦3勝に貢献した。7月27日の対千葉ロッテ戦では、同点で迎えた12回に、小木忠弘からレフト前にタイムリーを放ち2度目のサヨナラ打を記録し、 チームを2位に浮上させた。8月14日、8月20日に1試合4安打を記録、翌日8月21日の対西部戦では、自身初の1試合5安打を記録した。またこれにより、新井博正打撃コーチの持つ球団対記録の8、打数連続安打に並んだ。9月2日の対日本ハム戦では6回に安打で、出塁し、ダルビッシュ U のノーヒットノーランを阻止した。 チームが5連敗して、クライマックスシリーズ進出が危ぶまれた9月17日の対オリックス戦では、完封負け目前の9回に、加藤大輔から右翼スタンド中段に逆転のスリーランホームランを放ち勝利に貢献した。9月27日からは疲労による腰痛で、レギュラーシーズンをすべて欠場した。最終的に規定打席に到達し、自己最高の打率。 291を記録した。2009年は、オープン戦から好調を維持し、開幕を一軍で迎えた。4月5日の対オリックス戦の延長を10回同点、一死二塁の場面で、川越秀隆から、前進守備のセンターを超える、サヨナラタイムリー塁打を放った。開幕から9試合連続安打で5試合マルチヒットなど、コースタートを切った。五月二日の対千葉ロッテ戦の初回に、 空川優己から左すねに支給を受けて、途中交代、福岡市内の病院で打撲と診断されたが、4試合欠場し、復帰後は調子を崩し打率、231まで下げた。5月24日から11試合連続安打と、徐々に調子を取り戻し、特に5月27日のセパ交流戦、対巨人戦では4に安打と活躍した。6月21日には、 自身二度目の先頭打者本塁打を記録した。8月18日の対西部戦の一塁ベースカバーの際にギダをしたヒラム・ボカチカと交錯して、右足を痛め単下で運ばれ負傷交代し、福岡市内の病院で右足大体部の打撲と診断された。8月22日から13試合連続安打など安定し、9月3日の対オリックス戦では初回と5回に伊原正樹。 前田大輔バッテリー、7回には、勝木亮太、日高剛つよしバッテリーから2投を成功させ、自身初の1試合3投類を達成した。レギュラーシーズンは137試合に、正2塁手として、先発出場し、自己最多となる43投類を記録した。クライマックスシリーズファーストステージは、全2試合に1番2塁手で、先発出場し、第2試合では、 田中正宏からに案出し、唯一の得点を挙げた。オフの12月中旬に持病であった、左耳慢性中耳炎の手術を行った。2010年代2010年は、開幕を一軍で迎えたが、3月26日の対、オリックス戦のショート頃からの併殺守備の際に、グレックラーロッカから強烈なスライディングを受け、左側頭部から地面に落下し軽い脳振動を、 起こししたたが翌日には復帰した開幕から1番打者だったが3月31日以降は2番打者に定着した4月8日の対千葉ロッテ戦では3回同点の場面で川越秀隆から勝ち越し2ランホームランを放ちこれが本拠地福岡ヤフージャパンドーム初本塁打となった4月12日には打率172という不振から スタメン落ちの話も出たが、翌日4月13日に勝ち越しだ。4月16日からは4試合連続投塁。4月21日に北九州で行われた対西部戦では1点リードで迎えた8回に、四万塁の場面で星野智樹から走者一層の3点タイムリースリーベースを放った。さらに同日から9試合連続安打で打率。268まで回復した。 5月15日のセパ交流戦、タイヤクルト戦8回の守備で、宮本深夜の放ったライト前への当たりを配送から、ダイビングキャッチして、上半身を、グラウンドで強打したがボールは離さず、アウトにし、両軍のファン問わず、神宮球場を360度の拍手に包まれた。その攻守もあり同試合は完封勝利となった。しかし、翌日5月16日の同カードでは、 プロ入り二度目の一試合に失策を期した。なお、猛打賞とマルチ投類戸田では活躍し、自身の延長勝ち越しだにより、同試合は勝利した。5月22日のセパ交流戦、対広島戦では一試合三投類を記録した。6月5日の対広島戦では、自身二度目の一試合5安打を記録した。8月28日に1996年の村松友人以来、 9月22日にライバルの西部、片岡駅氏が怪我により59盗塁で、出場選手登録を抹消されると、9月26日の大楽天戦で2つ2投を決めて59盗塁として、片岡に並び、盗塁王を獲得し、さらにフル出場により、自身初のリーグ優勝をグラウンドで経験した。 最終的に、レギュラーシーズンは、自身初の全試合出場を果たした。前年の川崎宗則の記録を塗り替える、球団記録の50ギガも達成した。猛打賞は、自己最多の16回、11試合で、マルチ盗塁を記録した。クライマックスシリーズファイナルステージは、全6試合に2番にいる一種として、先発出場し、打率、254盗塁4得点を残した。 10月15日、第2試合では、初回から足でプレッシャーをかけ、平原編から2投塁し、3回には追加点をもぎ取った。10月18日第5戦では8回2点ビハインドからアンダで失塁し、ホセオティズの2塁打で1塁から生還するなどチームを鼓舞した。オフの12月6日の契約公開交渉で3800万円アップの年俸1億1000万円でサインした。 2011年は、開幕から、レギュラーシーズン終了まで2番、2塁手で全試合に、フルイニング出場した。なお、川崎宗則、松田信弘も同時に達成し、1チーム3人の全試合フルイニング出場は2、リーグ制以後、初の記録となった。開幕から19試合連続安打と、コースタートを切った。4月23日には、 高校時代を過ごした鹿児島県立鴨池野球場で初出場し2安打に盗塁と活躍した。6月30日に選手間投票選抜としてオールスターゲームに初選出された。7月10日は自己最長の6試合連続盗塁を達成した。7月22日からのオールスターには3試合すべてに出場。7月22日第1戦で2番。 二塁手として2アンダー1打点を記録。7月23日、第2戦では、ダイソーで途中出場して1アンダー。7月24日、第3戦は初回にアンダーで出塁して、先制の奏者として生還した。7月26日には、球団では1997年の村松友人以来の3年連続30盗塁を達成した。 7月31日には通算200盗塁を達成した。8月19日の大楽天戦では初回2球団が福岡開店後発の3年連続40盗塁を達成したが、8回の守備でダイソーの横川志学と交錯し、右足親指の爪を剥がす怪我を負った。9月5日の2位日本ハムとの首位攻防戦では、決勝打を含む3安打の活躍で、 シーズン最多タイとなる小ゲーム差と突き放した。9月21日2 9 5 6年南海ホークス森下聖鎮以来球団史上を4人目、福岡移転後初となる2年連続50盗塁を達成した。9月23日には球団史上で1964年以来47年ぶりのチーム150盗塁超えに貢献した。 10月18日の対オリックス戦の初回に、金子千尋、鈴木文弘バッテリーから2等を成功し、自己最多となるシーズン60盗塁を達成した。これはパリーグでは1997年西部、松井和夫、球団では1973年、南海、島の育を以来となった。二類種としては1983年、大石大二郎と並ぶ、パリーグ最多対記録である。 レギュラーシーズンは自己最高の打率。305と初めて3割で終え、投類は2位の楽天、精査は量に8個差をつけ2年連続の投類王を単独で獲得した。さらに2類種としては、ベストナイン、三井ゴールデングラブ賞ともに初受賞した。また、リーグトップ、自己最多の53ギダを記録した。クライマックスシリーズファイナルステージは、全3試合に2番。 二塁手としてフル出場した。11月4日第二戦では初回に先制点につながるギダ6回には二塁打で出塁し同点の打者として生還した。日本シリーズも2番二塁手として全7試合にフル出場した。11月13日第二戦では吉見和樹からシリーズ初安打を記録した。11月17日第五戦では初回に 先制決勝点につながるギダを決めた。11月20日第7戦は、自身初のチームの日本一をグラウンドで迎えた。アジアシリーズでは11月25日の、対等1レブンライオンズ戦で初回に、先制点につながるギダを決め、3回には、無視12類でのギダがフィルダースチョイスにより、同点打となった。11月29日のサムスンライオンズとの決勝戦では初回に、 死給で出塁して、先生の奏者として生還した。ポストシーズンは14試合に、フル出場し50打数9安打で打率。180打点0だったが、守備では無失策で終えた。シーズンオフの12月4日、同年11月に一般女性と結婚していたことを発表した。12月6日に2012年度の選手会長就任が発表された。 12月24日の契約公開交渉で9000万円アップの年俸2億円でサインした。12月24日には大野城市民スポーツ栄誉賞を受賞した。2012年は3月10日の東日本大震災復興支援ベースボールマッチに日本代表に選出され1番2類種で先発出場した。シーズンでは開幕を一軍で迎え赤し武と1 二番コンビを組み、3月31日の開幕第2戦で、逆転の決勝だ、開幕から7試合連続安打など、ースタートを切った。しかし4月28日の試合前練習で首を痛めて練習を切り上げ、同日の試合の3回守備中に悪化して、途中交代したことにより、連続フルイニング出場が293試合で途切れた。5月1日に、 福岡市内の病院で検査の結果、総防筋の筋膜炎と診断され、5月4日に出場選手登録を抹消された。5月22日に一軍に復帰し、同日の対広島戦で先発出場した。6月23日の対日本ハム戦は決勝二類打を放ち、5点差から逆転勝利を収めた。6月30日の対楽天戦で二類士として、 先発出場したが、8回の守備から公式戦で、プロイル初の遊撃手の守備についた。しかし最初の守備機会で、フィルダースチョイスし、直後の4失点につながった。7月7日に、首痛を再発し、4試合欠場した。9月2日の対日本ハム戦では初回に安打で、出塁し、先制の走者として生還したが、9回裏1点ビハインド、西に3塁の場面では、 ホジャヒに倒れたことで、チームの自力優勝の可能性が消滅した。レギュラーシーズンでは、首痛の影響もあり打率、盗塁ともに大幅に成績を落としたが、123試合中122試合に先発出場した。パリーグの二類種としては、失策数は最小の7個、守備率は990で2年連続1位となり、ゴールデングラブ賞を2年連続で受賞した。 クライマックスシリーズファーストステージでは全3試合にフル出場し10月13日第一戦は3塁打で出塁して追加点の走者として生還して勝利に貢献した10月15日第三戦では4回に先制点につながるギダ、8回には2塁打から得点しファイナルステージ進出に貢献した二試合ともに点差の勝利で結果的にホンダの得点が 決め手となった。ファイナルステージでは前3試合に出場し、10月17日第1戦で猛打賞を記録したが、10月19日第3戦の4回の守備でファールフライをダイビングキャッチした際に、フェンスに顔面から激突して首を痛めて担架で運ばれ負傷交代し、札幌市内の病院で検査の結果、頸椎念座と診断された。 シーズンオフの11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。全2試合に出場した。12月4日に、第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2013年2月20日に、第3回 WBC 日本代表選手28人が、 発表され代表入りした。第1ラウンドは3月3日の対中国、代表戦で9回に2塁守備から初出場した。3月6日の対キューバ代表戦では、代打から死球で出塁し、得点を記録した。第2ラウンドは3月8日の対チャイニーズ台北、代表戦では8回1点ビハインドからダイソーで、起用され同点の走者として生還した。最終的に、 この大会では4試合に打席に終わった。開幕戦の大楽天戦では1番2塁手としてスタメン出場。7回裏にコ堀ホリカズヤからプロイル初の満塁本塁打を記録した。開幕戦での満塁本塁打は日本プロ野球史上20本目、パリーグ8人目、球団では1995年のケビン・ミッチェル以来5本目となった。新外国人を除く 前年齢本塁打の打者による開幕戦満塁本塁打は72年ぶりプロ野球史上3人目となった。打率194という打撃不振により4月28日からの2試合でスタメン落ちした。4月18日5月2日に2度の反則打球を犯した。5月11日の対西部戦では鹿児島県立鴨池野球場で同年初の 猛打賞を記録し、打率238まで回復させた。5月14日の試合前に首痛を発症し、以降4試合を欠場し、5月19日に復帰したが8試合は、控え起用となった。7月17日に、左腰背部痛により、出場選手登録を抹消された。8月13日に一軍へ復帰し、じる類種へ戻った。 9月28日の対西部戦で1000夜安打を達成した。最終的には故障の影響もあり120試合の出場にとどまったが規定打席に到達し打率28322盗塁で終えた。シーズンオフの12月26日の契約公開交渉で年俸1億8000万円で固定制の3年契約を結んだ。2014年は生じるとして 開幕を一軍で迎えた。5月17日に通算200ギラを達成した。5月20日のセパ交流戦、対広島戦で史上28人目の通算300盗塁を達成した。5月26日に戦試合出場を達成した。7月29日に郡山総合運動場海正山の球場で行われた大楽天戦で、 自身3度目の1試合5安打を記録した。8月2日の対日本ハム戦の8回1点ビハインド 1C12 類の場面で、宮西久夫から左手に支給を受けて負傷退場し、札幌市内の病院で検査の結果、左手第4式節骨切れ骨折と診断された。翌8月3日に出場選手登録を抹消され、そのままレギュラーシーズンを終えた。 CS には間に合わず、10月22日の宮崎、フェニックスリーグ対千葉ロッテ戦で実戦復帰した。一軍にも復帰し、日本シリーズは前後試合に途中出場した。10月29日第4戦では、延長10回同点虫一塁の場面でのバントが、保守、藤井明人の野手選択を呼び、これにより、安藤優也は降板。 中村明のサヨナラスリーランホームランによりチームは日本一へ大手をかけた。10月30日第5戦は途中出場で二塁を守り日本一の瞬間をグラウンドで迎えた。2015年はオープン戦ではプロ1年目以来となる遊撃手としての先発出場を果たした。オープン戦では打撃で結果を残し生じる一手として開幕を一軍で迎えが、 13試合で打率、143と不審に陥り、4月12日の対、日本ハム戦で、セーフティバントを試み一塁を駆け抜けた際に、右足首を痛めて、負傷交代、福岡市内の病院で精密検査の結果、右足関節捻座と診断され、4月13日に、出場選手登録を抹消された。7月4日に復帰を果たしたものの、復帰後も、 赤石武史、川島慶三、高田智輝らと併用となり、出場機会を確保できず、61試合の出場にとどまった。2016年は2番二類種として開幕スタメン。7月28日に右腰の張りで出場選手登録を抹消される。8月19日の対日本ハム戦で一軍に復帰。最終的に110試合出場で3年ぶりに、 出場試合数が100試合以上となり、復調傾向を印象付けた。シーズンオフの11月5日、FA 権を行使せず残留することを表明した。12月21日、契約交渉に臨み、現状維持の年俸1億8000万円の2年契約でサインした。2017年は3月31日のロッテとの開幕戦にスタメンで今季初出場。 八回裏にセンター前に決勝点となる敵地打を放ち開幕戦勝利の立役者となる。赤石武士、川島慶三に加え、今季から6年ぶりチームに復帰した川崎宗則とセカンドのポジション争うが40試合で打率189と低迷し6月1日にし軍登録を抹消される。6月下旬に首痛を発症しリハビリ組での調整となる。 7月7日のウエスタンリーグ対中日戦で実戦復帰したが、一軍最昇格は8月22日にずれ込んだ。8月23日の復帰2戦目の対西部戦で、復帰後初安打となる敵地二塁打を放ち、9月10日の対ロッテ戦では、センター前敵地打を含む4月18日以来、今季4度目となるマルチ安打を記録するなど、62試合の出場に、 とどまり、成績も不振だったが、ひたむきな姿勢でチームのリーグ優勝に貢献した。楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージでは、10月20日の第3戦にスタメンで出場、日本シリーズに進出する。横浜 DNA ベイス,スターズとの日本シリーズでは、10月28日の第1戦でベンチスタートとなったが、出場機会はなく、2戦目以降は、 ベンチ登録から外れた。2018年はオープン戦から逆方向への本塁打を放つなど、打撃好調で開幕をスタメンで迎えるも5月29日に2軍に降格。その後昇格することはなく10月1日に引退を発表した。引退の理由としては首の痛みを挙げており、本人によると2018年から特に痛みによる プレーへの悪影響が目立ったという。引退会見の最後に、同級生の長谷川優也が花束を持って現れると、たまらず大粒の涙を流した。10月6日の西武戦での引退試合では一番セカンドで、スタメンフル出場。一打席目斎藤大将と対戦し、夕頃、二打席目は、至球で出塁すると、続く二番、カンバヤの打席の初に投を試みるも、 これが死休となり、通算343個目の盗塁は、幻となった。3打席目は、都亀県の前に三振、7回の4打席目に、竹熊翔太から、ライト線にスリーベースヒットを放ち、8回の、現役最終打席の5打席目には、今井達也から左中間にツーベースヒットを放った。11月30日、任意引退工事された。 2019年シーズンより福岡ソフトバンクホークスの一軍内野守備総類コーチに就任することが決定した。2019年からの背番号は8 2決定。2018年11月9日に就任会見を行った。その後、宮崎市で行われている宮崎周期キャンプからチームに合流した。しかし周期キャンプまでに新しいユニフォームが間に合わず、当キャンプのみ、 背番号46のユニフォームを着用した。走行種を高いレベルで備えることを特徴とする。最大の持ち味は、走塁面で、プロ入り前の50メートル走のタイムが5秒9、一類到達3.78秒を記録する瞬速を誇る。果敢に次の類を狙い、通算等類成功率76.7%を記録している。2010年、2011年と、 通るように2回輝いており、200打席以上経ったシーズンは、すべて20通る以上を記録している。守備では主に二塁手として起用される。遠投110メートルの強肩。守備範囲の広さに定評があり、堅実なグラブ裁きを見せる。2010年には得点換算でリーグトップクラスの数値を残し、2012年には二塁守備で、両、 リーグトップとなるウーザー14.9を記録した。2013年の WBC コーチを務めた高城信弘は準備がものすごく遅いと守備を酷評したが、大体湾代表戦など、走塁判断は高く評価している。遊劇手としては、プロ1年目2006年3月2日のオープン戦、以降3試合に先発出場、2年目は春季キャンプの紅白戦で守備についており、 2011年時点でも、守備練習は行っていた。2012年6月30日の試合途中に、公式戦で、初めて守備についたが、フィルダースチョイスから失点につながり、以後は二塁一種に戻った。鳥越雄介内野守備走塁コーチの提案により、2015年のオープン戦では、遊撃手としても出場した。三菱重工名古屋時代は、 外野も守れるユーティリティープレイヤーだった。打撃面では、シュアで粘り強いバッティングを見せる。プロ1年目から、今のバッターは筋肉をつけて、振り回すのが多いけど、珍しく、柔らかいと、大貞治監督に、柔軟なバット裁きを評価されていた。2006年秋には、荒井博正一軍打撃コーチ、秋山浩二一軍総合コーチから打席で、 無駄な動きをなくすシンプルなスタイルに変えるよう徹底指導を受けた。2007年に川崎宗則の離脱により、苦肉の策として2番打者に起用され、様々なことを要求される打順に当初は、自身もパニック状態となったが、王監督のアドバイスで役割を果たせるようになった。バントの際、左足をバッターボックスのライン上ギリギリまで踏み込む癖があり、 2013年4月18日の大楽天戦では無視一塁の場面でバントを試みて投球をバットに当てた際に左足がバッターボックスから完全にはみ出し球審の友より正人は反則打球としてアウトを宣告した同年5月2日の対西部戦でも一時三塁の場面でスクイズを試みて投球をバットに当てたが同様に左足がはみ出していたため 急進の四季田直人は、反則打球を宣告し、試合は西三塁から再開した。愛称はポン、ポンちゃんなど。プロ指名後の12月に同期入団、松田信弘の二塁手コンバートが検討されていた、ことからライバルに指名し、川崎宗則との二遊間を組むことを目標に、掲げていた。二千十一年まで、ソフトバンクでチームメイトだった、杉内俊也は、大野城ガッツ及び、 鹿児島実業の先輩にあたり、プロ入り前から交流がある。2008年オフの野球教室では、海外 FA での将来的なメジャー挑戦志向がある、ことを明らかにした。2008年終盤の故障をきっかけに2009年1月から、母親の実家があり、嬉野温泉もある、佐賀県嬉野市で、自主トレを行っている。その縁で2012年1月10日に、 嬉野市観光大使にも任命された。なお、現役を退いた2018年以降も、嬉野市観光大使として活躍している。ホークスで同僚だった、大隣健治と青年月日が同じである。ありがとうございます。